クワオリヒデサブロは日本の海軍軍人。最終階級は海軍中将。東京で生まれる。本籍は愛媛県。1909年11月、海軍兵学校を卒業し、1910年12月、海軍少尉任官。海軍大学校をつし、海軍法術学校高等科で学ぶ。1917年12月、岩手文隊長となり、 山風砲術長砲術学校教官兼副官などを経て、1921年12月、海軍少佐に昇進。1922年11月、海大を卒業した。1922年12月、日向文隊長に就任。1923年3月、皇族付部官として、高松の宮信人新郎付となり、以後、 高松の宮の移動に伴い、浅間、長戸、富桑、古高の、核、乗組、横須賀鎮樹付付を兼務した。この間の1926年12月、海軍中佐に進級。1927年4月、横須賀鎮樹付として、欧米各国に出張。1928年5月、基礎副長となり、海軍省軍務局局員を経て、 1930年12月、海軍大佐に昇進し、海大教官となる、同月、海軍経理学校教官を兼務。1931年12月、自重部官権軍事参議院幹事に移動。1935年12月、道の区官庁に就任し、佐世保鎮府参謀長に転じ、1936年12月、海軍少将に進級。 1938年9月、第13戦隊司令官となり、第1連合特別陸戦隊司令官を経て、1939年10月、在満州国大使館付部官に移動。1940年11月、海軍中将に進級し軍令部出資となる。同年12月、予備役編入となり、ミ子フ育官となった。ありがとうございます。